佐藤すみかです。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は、水分の上手な取り方です。あなたは、喉が渇く前、もしくは、喉が渇く後、どちらのタイミングで水分を取りますかポイントは、喉が渇く前に、 こまめに水を飲む、です。この時、水分といっても、いろいろありますね。一番のおすすめは、天然水です。お水は、体液を巡らせる、その働きを一番効果的に作ってくれます。そして、今日は、その他にもおすすめがあります。 それは炭酸水です。炭酸水は胃腸の働きを活性化してくれるんですね。この時注意したいのが無添加です。無糖で香料なしを選ぶとベストですね。体に吸収された炭酸は血管を刺激してくれます。 そして、その結果、血管を広げるホルモンの分泌を促してくれます。そのことで、一つ、胃腸の血流が高まったり、二つ目、胃腸の動きを活性化してくれます。三つ目、体の深部が温まる。などなど、腸が喜ぶことがたくさんあります。 ただし炭酸水といえばおそらく冷たく冷やして飲みたくなると思うので飲みすぎには注意していきましょう腸を冷やしすぎると腸の動きが止まってしまいますなので日々の生活に上手にバランスよく取り入れていきましょう私はいつも 素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。